先週の金曜日と土曜日に、千葉の幕張にある放送大学の、千葉学習センターで行われた音楽療法の講座を受講しました。今までのいろんなライブの中でも、音楽療法でいう回想法にまつわる様々な場面や体験がありましたが、それを見直すことと、今準備している、複音ハーモニカの音響特性の論文作成の新しい観点からの、参考になるとても、役に立った授業でした。休憩中にたまたま私がハーモニカ奏者だということが分かった何人かが、YouTube を開いて、私の演奏を、聞いてくださいました。真ん中で聞いてくださっているのが、今回の、音楽療法の講師のお一人でいらっしゃる宇都宮共和大学短期大学の専任講師でいらっしゃる大島です。音楽療法のさまざまなテーマの中では、特に私は高齢者と緩和ケアの音楽療法について非常に興味深く聞きました。特に緩和ケアの音楽療法については、非常に手痛い体験をしたこともあって、それらを、論理的にもきちんと後付けをするということができた非常に貴重な体験でした。